毎度ネギマヨです。はい、というわけで今回はじゃじゃーん、100均でねまた大量にお買い物してきました。めっちゃ多いからちょっとテンポよくね紹介できるように頑張ります。まずはこちらです。温めずに美味しく食べられるカレー職人っていう中辛味なんですけど、これをね4つ買ってきました。家族分、いつ何があるかわからんから用意しておくべきものとか中身をねちょっと整理し直そうっていうことで、賞味期限とかがあるものは新しくねしようと思って家族分のね4つ購入してきました。温めずに食べれるっていうのがねすごいなと思って、なんか前からねこれあるみたいなんですけど、初めて私この常備用っていうの見たので、ないよりね全然ある方がいいと思うので見つけたらねちょっと買ってみてください。そして続いてこちらウェットティッシュのケースです。これがね蓋になってて、ここにウェットティッシュを入れて置いとくやつ。家のね中に置いてるものなら大丈夫なんですけど、車の中に置いとくウェットティッシュってやっぱりどうしてももうちょっとねあったかくなってきてるから乾燥しやすくなるんですよ。で使われへんくなったらもったいないし、今ウェットティッシュすらもねなかなか1人1個とかそういう風に限られてるから、より一層ね大事に扱おうっていうことでこれをね車に置く用で1個買いました。そして水に流せる系のティッシュ、私ね一人暮らしのお家にも置いてるんですけど、水にね流せないティッシュやったら、まあ、トイレでも使えないからこういう流せる系を一つ購入したのと、これね前にも紹介して2回目の購入なんですけど、パンダのこういうトートバッグ、後ろだけ見たらねちょっと意味わからん模様なんですけど、これね尻尾だけ前から見るとパンダ、ここの真ん中がまあマジックテープ、ちっちゃいやつがねこう両面についてるんですけど、こういう感じの小さめのトートバッグです。お弁当とかもまあ街はそんなにないんですけど入るかなっていう、これがねすっごい便利で、こうカメラを持ち歩く時とかにね必要になってくるんですよ。紙袋とかに入れてもいいけど、やっぱりしっかりしてるって言ったらこういう生地の方がねいいなと思ったので、もう一個また購入してきました。続いてがこれはね100円商品ではなくて400円の商品なんですけど、水を入れれるものなんですよ。ウォータータンク、これがね折りたためるやつやから、これもあのリュックのところに入れたりとか、その横にね置いといたりとかして、ここに書いてるんですけど20リットルが入ります。400円でもねこれだけしっかりしてたらすごい安い。ここが蓋っていうか、まあ水がジャーって出るようになってて、これちょっとテープでね止まってるから、ちょっと使うまでこのままにしておこうと思うんですけど、伸びるんですよこんな感じに。小さめのねこういうタンクになるっていうことで、別に防災以外とかでもキャンプとかねよく行かれる方は使いやすいかなと思います。すごい簡単スタイルみたい。続いてがこちらのエコバッグ、これもね100円商品ではなくて300円のものなんですけど、普通のただのエコバッグじゃなくて、これはね中がアルミっていうのか、この保温とか保冷とかができるバッグになってます。コストコをね3月なぜか珍しく2回も行ったんですよ。でその時にやっぱいるなって思って、で特にあったかくなってきたのでこういうのも置いておこうって思って、エコバッグもねいくつか車に積んでるんですけど、これぐらいのね保温のものがなかったので一つ買い足しました。すっごいもうとにかくねしっかりしてるんですよ。でもちろんあの保温とか保冷じゃないバッグ、普通のエコバッグとかも売ってました。数がね昔より全然増えてて、柄も可愛いから、なんか私今まで結構雑貨屋さんとかで買うことが多かったんですけど、100均でも全然いいなと思った。でこれ最後はこうやって丸めて、このゴムがついてるから、これで止めれるよっていう、これも簡単。これは車用かな。そしてこれね、なんか最近このペンすごい流行ってるらしいんですけど、イラストマーカーペン。私絵は結構 iPad で描くことが多くて、最近ちょっと全然描けてないんですけど、スケジュール帳に線引いたりで使えたらなと思います。乾きが早いアルコールタイプ、この私はね紫っぽいカラーとピンクのちょっとまあ同系色のカラーをね購入しました。このね種類もすっごいたくさん色がありました。こういうちょっと太めのマーカーと、あと書きやすいちょっとね先の尖ったペンになってます。結構ね太めなんですけど意外と持ちやすくて、まあにじまなければスケジュール帳とかでもね使えるかなと思って、2本入って100円だからねこれもすごい安いです。であとは普通のこのマイネームね、学生の頃よく使ってたようなやつ、これを1本と、私一人暮らしの家で使ってる電池を入れるケースがあるんですよ。それがすごい良かったから、またそれキャンドゥやったっけな、それを買ってこのね電池とかも入れようと思います。とりあえずね今回は単3電池1個と、この単4電池で単1単2かな、
よく聞く電池の種類のとりあえずね4種類だけ購入してきました。丸い電池はちょっとね難しいからまた今度買って、一般的によく使われている電池だけ。これはリュック用で、リュックに詰める用の防災グッズは私の家もねそんな詳しくないし、で調べればねだいたいいるものって出てくるから、特にそれは動画にしようとは私は思ってなくて、変な情報をね言っちゃっても怖いし、だからその自信がないので、普通にね購入品紹介だけで、その防災バッグの中身紹介は私はねちょっとやめておこうかなと思います。そしてこれちょっと今度ね動画で作ろうと思ってたので、 SB のこの種類の生ニンニク、普通のねチューブタイプで、今回100均で買ったけどスーパーでねもうちょっと安く売ってる時もある、日によりけり。ニンニクはこんな感じのチューブです。家にはねわさびと生姜はあるんですけど、ニンニクって臭いからねなかなか買わなくて、でもちょっと今回ねパスタを作りたかったので購入してきました。スーパーでもねこの100均以上の値段で売ってることたまにあるから、100均も別に高くも安くもなくかな、たまにスーパーの方が安いよって感じ。そしてスパイラルタイプ、雪だるまみたいなこういう形の黒の綿棒です。お風呂上がりにねこう、私ここのね軟骨ピアスってずっとつけたまんまなんですよ。お風呂とかも錆びにくい素材みたいなのでつけたまんまねいるんですよ。軟骨やから余計骨でずっと取ってると閉じやすくなったりするから、でつけて生活してるんですけど、その掃除をするっていうか、まあ水分とかをね取るためにこういうの結構使ったりするので、まあ、今後開ける方におすすめ、まあ、普通の耳掃除としても使いやすいです。でこれはねセロハンテープを切るやつ、こんなんもね売ってました。これもねいくつか種類があったんですけど、私の家は今回この白のねこういうやつを買いました。テープは別売りでこんな感じですっごいしっかりしてるんですよ。これは家のどっかしらにね置いておこうと思います。続いてがこの使い切りタイプのこの厚手の手袋、この種類を買いました。実家はねワンちゃんと猫ちゃんのペットをね1匹ずつ飼ってて2人いるんですよ。トイレ掃除とかするときにねこういうのを使ったりすることが多いのでまた買いました。まあ、でもこんだけねトイレ掃除に使うわけじゃなくて、リュックの中に1個詰めるかなとか、あとはキッチンでねハンバーグ作ったときとかに手ごねでねやるときにこういうのをつけた方がいいかなって思うので、まあ、いろいろ使う場面はあるんですけど、とりあえず今回はねこの2種類の2箱ずつを購入したのと、あとねノンアルコールタイプのこのねお手拭きもまた買いました。ちょっとアルコールがねあんまり私使えないので、こういうの、あちょうどいいや、今車に置いてるのはまた別のタイプのウェットティッシュなんですけど、こうやってね詰めて、これでちょうどぐらいかな。これ私 L サイズのものをね買ってるんですけど、このミッキーのやつは L サイズでちょうどかな。それであとはこのね取り出し口の蓋をしてから最後蓋、これでね乾燥の心配がいらないっていう、こういう形でね車に置こうと思います。であとまたこれもねトイレシリーズなんですけど、トイレ掃除の時にねこういうちっちゃいこんな感じのビニール袋なんですけど、これもね結構使ったりするのでまた一つ追加しました。一箱にね140枚入ってるから結構持つんですよ。まあ、これもまたすいませんトイレの話した後に申し訳ないんですけど、あのキッチンのところにもねまた別の箱を1個置いといて野菜を詰めたりとかもするので、そういう時にも使えるしってことで、これもね家の各箇所に置いてます。というわけで以上が今回100均での購入品でした。今回はリュックの中に詰める系のものを探しに行ったから、いつもとねちょっと違って雑貨系、新商品の雑貨とかそういうのはないんですけど、私の実家での最近の購入品でした。というわけで長くなりましたが、今回もご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。毎度ー。